どうも、ドラジロことドラと申します。ゼルダの伝説スカイウォードソード、真面目に実況プレイ4回目かな。じゃあ探しましょう。上か。これってさ、2つになった。これ武器の強化とかに使え、強化に使えんのかな。こうか。違う。あ、Cボタンだ。これもう一回上を渡っていくべきかな。よし、とりあえず登っていこうか。おっと、危ない。この穴の中、でもそれここ落ちたんだったな。ちょっとあれどうにかならねえ。まっすぐだぜ。ちょっともう一回。違う。こうだ。木の上か。行くよ。何これ。今はそれほどではない。行くわよ。あら、応援呼びよかった。じゃあこの辺りの、ていうかこれ登りたい。これは体力使わないのね。あの何だっけ、あのケージは。
いや、そ、そう。あ、何もないね。あ、そっち？じゃあちょっとハートをもらっていこう。金もこんなにあるし、いいや。ほっ。ほい。いくよ。だいぶ上手になったんじゃない？よし。どっちだっけ？水っては初めて泳ぐな、そりゃ。振ると？あ、これ振るのは反応ないね。うん。こっちで合ってんのかな？これがあったら切ってみたい。どこだ？ここ綱だからこの上か。ほら、よいしょ、走る走る。俺基本的に人はブロックしないからね。こっ、ほい、プリプリーと。おお、みんな無事だった。無事だから安心してくれと。お前さん、人探しの名人だろ。どこに誰かわしなんか。ありがとう。おかげさんでたった今娘の行方を思い出したわい。そのゼルトという娘は何や森の奥にある寝台に行くのだなと言っての。危ないからやめとくと静止する場所を踏んだりして森の奥へ向かったのじゃ。あそこなの？あの奥に住めば神殿続いているはずじゃが、魔物を用意しているからの。そうじゃ、仲間を見つけた俺にわしら手伝う。わしらに伝えるあれをやろう。そんじゃまちょっと失礼して。弓や、弓やな、飛び道具欲しいな。パチンコ。うん、わしを踏んだりしてそれを取るのじゃ。あ、了解了解。パチンコ手に入れた。ネクロタの打ち合わせ、飛び道具。南の船、しびれ効果がある。マジ？はい。20発ね。了解。これ多分あれでしょ。ミニゲームで弾数を増やせる。それを使うなんとか、森の奥の神殿にたどり着くこともできるじゃろうて。ああ。はじめあのグルグル使っても狙ってみたらどうか。うん。しっかり結ぶ、しびれ効果ってのは嬉しいね。いくよ。あれ？あ、とアプリと違うからちょっとミスった。お、こずれてるずれてるずれてるよ、ずれてる。よし、 A ボタンね。一発外した。あ、これがやりたくてわけじゃないけどね。よし、これはね、お金があると見た。あれ、出ない時も。いや、やっぱスピードないとダメ系か。どうだっけな。やばい、うわ、やばかった。あった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 。
はてさて。金お金。なんかビーム溜めた。あ、ステップの切りか。よし。どこ行った？もういいや。攻撃してこないから無視してあげよう。優しいでしょ俺って。全部調べよう、初見だし。あ？あ、間違えて押したのね。落ちた。よいしょ。なんかいるよ。そこからちょっと、あ、中入れて、これセーブポイントじゃねえか。ゼルダさんを向かったという森の行進で向かう前に冒険を記録することを推奨します。何が大変、何が大変。PS、あの、Wii U ってなんかなんか発売されるっぽいね。あれってさ、あの、なんかさ、タブレットに似てるんだよね。うん、うん、うん。こうポインターがねずれてるときは真ん中にしてこうやってするとね元に戻るということです。うん、あ、これが種ね。はい、よいしょ、掴む。こっち側にして、ほっでや、これが種の実か。ん、今のは誰だ。あそこ？森の奥？そんな分かってます？森の奥ってことは。よし、行くか。おい、じゃシュンさん、シュンくん、ちゃんちゃん、どうや。うん、8だ。これか、どうする。来てる。困ったわね。落としたら来るだろ、こっち。当たらねえか。とりあえずこっちだ、同時に食って一発。ハート、あれどうすんの。
ペパ来たよ。どうすんのこれ。どうしたらいいの。竿をつけるしかないの。お、いいっぽいね。振り切った。危ない危ない。じゃあ行くよ。はいはいはい。誰がこんなとこかけたんだ。こっちに行ってみよう。よいしょ。あ、これですぐ行けると。なるほどね。さあ行こうか。話す？あ、なんかいた。あんちゃん、あんちゃん、また会った頃、手伝ってほしいことがある頃、こっち来る頃、気づかなかったよ。これは そっち？あ、ダッシュと間違えて A ボタン押しちゃった。トランスボート、やばい。どうやって、どうやって、もっと力いっぱい振るべきかしら。あら、聞いてるの。確実に行こうぜ。セーブしとこう。え、じゃあポイントちゃんと仕事しろ。ポインター。あら、お久しぶり、また会ったな。これカブトムシ？フィラクレスカブト一匹捕まえた。硬いボディを見なくと強度増すらしい。うん。これで防具とかやっぱ上げんじゃね、これやっぱ。絶対そうだよ。
じゃあ飛び移るか。おい。でぇ。でぇ。お、びっくりした。とりあえずゴロンに話しかけよう。いいとこに来たぞ。こんなとこでこの上に乗ってたのを発見したぞ。まずところどころあったね。これは南さんがすごく悪く勇者残したからと言われる遺物だぞ。わしはこれを南キューブと名付けたぞ。何でも古文書に載ると天空からの剣から発する光り与えよ。さすれば剣を持つ者の力何助けてもらうと書いてあるぞ。ああ、分かった分かった。あんちゃん確か剣を持つだろ。うん、分かった。ありがとうぞ。このキューブ見たこともない金属でできていて、どんな機械でも出てもしないごろ。わしは天空の剣が発する光というのは気になるごろ。あんちゃんなんか知らないやっか。これのことだろう。はい、きたん。おお、キューブはそれに上がっていったごろ。あんちゃんの剣から光と反応したみたいごろ。さらに消えたキューブはどこ行ったごろ。ますます謎が深まったごろ。古文書によるとキューブは大地に点在しているらしいごろ。片っ端から打ち上げてみて何か分かったらわしに教えてほしいごろだそうです。何もないと。あ、とりあえずこれを押しとこう。うん、もう降りていいのかな。お金。おっと、お、来た。あ、種か。一段一段丁寧に調べていこうね。チェックポイントとかじゃないのこれ。なんか空とか変わった？わかんねえな。じゃあ思いっきりダンジョンだけど。マスターリンク、この建造物の中からゼルダ様のオーラを感知。うん、思いっきり死んでんだろうね、ダンジョン。さあ、怖くすんね。しかしながら同時に多数の者の気配を察知、それでも前に進みますか。もちろんさ、過信の禁物です。ここでは誰も助けに来てくれません。知ってる知ってる。うん、特に身を守るためのハートを回復する薬は余分に携帯しても困らないはずです。それではゼルダ様の捜索を続けましょう。だいぶ操作慣れたけど難しいんだよな、まだ。でもね、俺はね、ゼルダのね、ゼルダ歴は長いからね、結構土壇場で奇跡を起こしてきたから、今まで実況でも多分大丈夫かなと思う。トアプリなんてハート半分でガーノンドロフやったぜ。残りハート半分で、あれはびっくりした。ほいっと。種。よいしょ。このちっちゃい花はいいや。爆弾がある。おお。このルビーが良くなったね、形が。ほい。ちょわ、もういいや、なかったぞ。捕まえられる系かこれ。もういいや。このマス、なんだこれ。ちょっと待って。なんだ木の根か。ツタか。なんか、
怪物の顔に見えたんだよね。お、刺された。いや、ここ持っていこう。面白い。じゃあ入るよ。わかった。あ、違う。スイッチとかあるのかな。入れないときたか。ほい。この結構楽しいね。楽しい音と。大地に舞い降りし者よ、天を望んで羽ばたく鳥の指し示す星を打ち抜け。あ、パチンコか。では、打ち抜けって言われても。あ、これか。キノコがあるね。時間やばいんじゃないのかな。よし、このムービー見たら一旦切ります。展望の神殿。あ、森の神殿ではないの。なるほど。マスターに報告、ノノノノノノとの間で終わる神殿内で強く反響し合っています。そのためゼルダ様のものは増幅して感知することができず、ダウジングが不可能と判断します。マスターの目で見渡し状況を確認することを推奨します。はい、ということで一回切ります。ご視聴ありがとうございました。